お笑い芸人のひょっこりはんが29日、東京、明治神宮野球場で行われた、日本生命セパ交流戦。開幕戦、東京ヤクルトスワローズ VS 千葉ロッテマリーンズ戦で、人生初の始球式を行った。ひょっこりはん日本生命セパ交流戦の CM にアルパカ姿で出演してい。不女優の綾瀬はるか、ではなく、ひょっこりはんがアルパカ姿で登場。始球式しに来たよ、と挨拶し、綾瀬はるかさんじゃなくてごめんね、と謙虚に謝った。そして、マウンドで、ひょっこり、ポーズを見せてから投球へ。動きづらそうな着ぐるみ姿での投球にもかかわらず、見事ノーバウンドに成功。直後に行われた囲み取材で、ボール届いてよかったです。初めてそこで、おー、って言ってもらえて、ひょっこりした時はシーンとなったので、とほっとした表情を見せた。綾瀬さんの登場を期待していた方もいっぱいいたかも。と言われると、そうでしょう。その期待を裏切ることになりましたよ。綾瀬はるかさんだと思ってひょっこりはん出て喜ぶ人、変でしょ。だからドキドキしていましたよ、と本音を吐露するも、代役ということで嬉しいですね、と喜んだ。ひょっこりはんにとって綾瀬は、ブレイクのきっかけとなった、ぐるない面白そう、日本テレビ系、で絶賛してくれた存在。今回も人生初の始球式のきっかけになり、恩人です、と感謝し、ぜひまた一緒にお仕事したいですね。綾瀬さん見てる？ありがとはーん、とメッセージを送った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。